そんなわけで、次がね、じゃあ、ヨーカさんいなくなっちゃったの。あれ？ヨーカさん、ヨーカさんですよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ああ、聞こえますか皆さん。去年も1月の3日ぐらいだっけ。3日ですね。たまたま来たらあなたが歌ってて、私も歌いたいって言ったんだけど、すごい長く歌ってて。すごい、そうだ。ごめんなさい、歌ってたね。入りました。あ、歌ったんだ、歌ったんだ。歌ったよ。私はアイズバンダンサー歌ったんです、合間に。それじゃなくて、いつも木曜日にやってる時は、一回私木曜日に歌いたいと思って、ウクレレ持って、実はウクレレやってます。ウクレレ持ってきたんですが、その時に。もう一回やろうが。いやいやいや、違うの。怒られてる。1時間は歌ってて、私は帰りました。今日は、だから去年の3日にアイズバンダンサー歌ったんで、ね、今日も歌いたいです。今日は2つ歌います。あ、歌ってる。アイズバンダンサー1番しか知りませんね。すみません。が大好きで、それで新書をつぶした。あ、もっともだ、もっともだ。で終わりです。それで何か言いたいけど、私は月曜日午前中、第二テントの当番してます。それでもう今人が少なくて、この間12月30日最後の、去年最後のお当番で午前中来ましたけど、ほとんどいなくて、私も一人で寂しいし、ダンステントでストーブがあるので当たって話してました。第一テントは、まあ、4、5人いて、日本の農業問題とか食料問題を話しました。実は NHK、 私うちはテレビないんですが、ラジオの8時ぐらいからよくなんかそういう番組があるんですよね、第二の方で。それで私はもう8時になると暗くして、うち暗くして電気もったいないから横になっちゃってラジオ聞いてるんです。それで興味ない時はすぐ寝ちゃうんだけど、その時はまあ日本のね、農業問題って本当に私も全然わかんないんですが、すごいその話聞いて暗い気持ちになりました。でもその人確か、なんて名前だっけな、なんとか名前忘れちゃったんですが、新潟大学の学長で、やっぱり佐渡島がね、すごくなんかいい農業してるっていう話してました。それでやっぱり産直っていうの、それはその先生言ったんじゃなくて、ここの男子テントにいた男の人が言ったんですが、産直なんかで、私もお米は秋田の知り合いから産直してますので、 TPP が入ってきたらそういう産直とかどうなるのかなと思ってその人に聞きましたら、そういう産直とかそういうのをやっぱりやっていったらいいんじゃないかっていう話でした。それから違う、今年になってからのだと思いますが、やっぱり日本の食料問題で食べ残しをしない、私たちのできるね、小さいことでは食べ残しをしない、余計なものは食べない、それで近くのもの、地消地産とかよく言いますよね、それで近くのものを食べるということが大事だっていうことを言ってましたので、そう、みんながそういうふうにするとだいぶ変わっていくっていうことを話していました。
それだけ。それで歌ね、もう一つ。はい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 。あ、海はみんなの宝物、お父さんもお母さんもこの海で育った、原子力発電所できたならばおしまいよ、楽しかった海の暮らしもみんななくなってしまう、それつってるんだつってるんだ原発を、原子力の未来は死の灰でいっぱい。これ3番まであるんですが、ちょっと暗記してないのでこれで終わります。今のはどこの歌ですか？今のはどこの歌ですか？今の歌はまあ、20年前ぐらいもやっぱり原発反対運動がチェルノブイリの後、はいはいはい、あった時、確か金沢とかあっちの方の滋賀じゃなくて福井原発の近くの人だと思いますが、その人たちが作った歌ですごくいい歌だから一番だけ暗記しました。イエーイ。ようかさんでした。